難しく考え込んでもいいことないからね。マトリちゃんはもっと肩の力抜いたら。そう、若さゆえに力みがちになっちゃうことってよくあるよね。こんにちは、今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回はお得に関する日替わりログインミニトーク集です。イケメンたちが次々と登場するだけでもお得情報満載の動画じゃないかなと思っております。それではご覧ください、どうぞ。こちらは6月23日公開のストーリー、大人の買い物。まさか下ネタじゃないよね。見ていきましょう。やった、昼休憩だ。お届け物のお知らせ？ああ、待ってました。あれ、ずいぶんご機嫌なようで。あ、ヨウさん、実は箱買いした変身ヒーローコレクションボックスが今日届くってメールが来ていたんです。なんなら子供っぽい買い物。まあでも大人なんて子供の延長線だからね。部屋に飾る場所を開けてスタンバってたんで、もう今から楽しみで。ああ、箱買い、大人買いのことね。大人の買い物ってそういうことか。お得だけどね。はい。最近は箱で買うと特典がついたり割引になったりして、ついついまとめ買いしちゃうんですよね。戦略にはまってるね。欲しいものを確実に手に入れる幸せ。まあ子供の頃のギャンブル性の楽しみ方とはまた違う楽しみ方があるかもしんないね。大人の特権、これぞロマン。演説ご苦労さん。そうそう、そういえば司と創生も大人買いしたんだっけ？なぜそれを知ってるって顔、筒抜けですね。チラリとしか話していなかったのに、さすがの記憶力だね。ええ、久しぶりに食べ出のあるラーメンを発掘しまして、期間限定品なんで後悔する前に箱で購入しました。俺は文庫で気になってたシリーズが最近完結したので。で、ちなみに何冊買ったんですか？その20冊。結構な金額になりそう。あら、立派な買い物だこと。まあでも、まあラーメンにせよ本にせよ日持ちのするものだからね。じゃあ、そういう洋さんは大人買いとかするんですか？うん、もちろんいい大人ですから。まあどうせ買うものだったらまとめ買いする方がお得ってケースはあると思うけど。何を買ったのか想像つかない。ほい、お裾分け。お、これも大人の対応。え、ホットアイマスク。いいよね、俺も好き。熟睡できるよね。ほれ、司も創生もどうぞ。どうも、ありがとうございます。はい、いただきます。ま、たくさんあるから好きに使って。ほう、ラベンダー、ユズ、ローズ、ソープ、ひんやり霊感もあるのか。ラベンダーなんてアロマ界では万能だからね。つーか、いつの間にかアキレス区の一部がドラッグストアみたいになってる。何買ったのか不思議だったけど、確かに洋さんらしい大人買いかも。血流が良くなるというかね、ホットアイマスクいいよね。大人の大人買いで、捜査一課の一角は疲れた人に優しい場所になったのでした。こちらは6月24日公開のストーリー、移動式個室。見ていきましょう。ありがとう、忙しい中時間を作ってくれてありがとう。久しぶりに会えて嬉しいよ。いや、忙しいのは京介だろ。ほんと、貴重なオフの日に僕たちと話していてよかったの？もちろん、貴重なオフだからこそ一緒に過ごしたいんじゃない。こういうところが人を引きつけるんだろうな。人懐っこいよね。まあ、実は昨日までロケで山奥にいたからさ、二人の顔を見られてやっと現実に戻れた気がする。非日常をお過ごしのようで。そういやさ、
大変だな。この前やってたバラエティ番組でも山に行ってなかったか？うん、キャンピングカーに泊まったやつだね。チェックしてくれてるんだ、嬉しいな。俳優さん、いろんなお仕事あるね。それってキャンピングカーって要は宿泊設備を整えた車でしょ？そうだね。窮屈かと思っていたけど、意外と設備がゆったりできていて快適に過ごせたんだよね。へえ。取引先の関係者がキャンプ好きでその話になったけど、こだわってオプションつけていくと車内がホテルの一室みたいになるって言ってたな。うん、まあ下手に増築とかするよりもお得に収まるっていうところもあるっぽいからね。まあ建築法上いろいろあるっぽいけどね。まあ自動車税もかかるっていうところはあるけど。ああ、俺が泊まったのにも電源タップはもちろん、ベッドにデスク、薪ストーブもあったっけ。確かにあれは車っていうより移動する部屋って表現が近いかも。はあ、そこまで積むならいっそホテルに泊まればいいのに、わざわざ車で寝なくても。アキはそう言うだろうな。でもキャンピングカーって作業場や自分の部屋として使う人も多いらしいから、自分だけの空間ってことでこだわりを詰めたくなるんじゃないかな。まあ車ってそういうもんだったりするよね、移動する自分の部屋。まあその気持ちはまあわからなくないけど、まあ神楽さんなんてね、お裁縫とかやる作業部屋としてありかもしんないよね。俺だったら移動中の休憩室としてカスタムしたいな。そうだな。別にキャンプに使わなくてもいいわけだし、楽屋になるんかな。あ、けどそれはもうキャンピングカーって言っていいのか。キャンプ用の車がキャンピングカーだからね。なんか本末転倒感もあるけど、ひょんな話題からキャンピングカーに興味を持つ3人なのでした。こちらは6月25日公開のストーリー、この家のいいところ見ていきましょう。ああねえ、どうしたの、キョロキョロして。あのね、素敵な家だなって思ってただけ。いいこと言うね。はあ、何それ、初めて来たわけじゃないでしょ。でも改めて見るといいなって思うところがたくさんある。ふん、例えば。ほら、まずこの広いリビング、探偵が容疑者を集めて推理を披露する場面にぴったり。いや、やめてよ、なんか事件起こるみたいじゃん。他にも階段とか庭とか静かで寝やすい場所が多い。静かじゃなくてもシオンなら寝てると思うけど。確かに。まあでもどれもシオンにしかない視点ではあるね。あとは秘密の地下廊下とか隠し屋根裏部屋とかあればもっといい。なんかありそうだけどね。さすがにそれはないとも言い切れない。天才ハッカー、天才クラッカーでも見破っていない場所があるかもしれない。ここはノーコメント。ねえ、カナはこの家に増設するとしたら何を作る？増設？そうだな、温室とかウッドデッキリビングとか。ん？どうして？そんな趣味ある感じでもないけど。ほら、ゴーさんがガーデニング用品を運び入れるときに苦労してるから、ちゃんとした動線が欲しい。うわ、人のためを思って。それに気軽に庭が見える場所が増えるといいかなって。これゴーさん聞いたら泣いちゃうよ。九条さん、外に出られない日もあるし。なるほど。ああ、何？九条さんたちのことよく見てるんだ。かなめくんもよく見てもらってるしね。あ、別に。せっかく立派な庭がついてるんだから、それを生かさない手はない。それだけ。素直じゃないね。へえ。それだけ。ちょっとシオン、意地悪な言い方ね。ごめん、思春期って感じがする。あ、聞いていたんだね。つい立ち聞きしてしまった。ゴー。はい。ポーカーフェイスだ。気づかないふりをすると。そうですね、頑張りましょう。泣いてはいなかったね。でも嬉しいよね。その後、高校生たちの元には丁寧に入れられたお茶と多種多様なお菓子が運び込まれ、
まあ、この話を引き出したシオンくんまで得しちゃってね。笑顔こぼれる楽しいお茶会が始まったのでした。こちらは7月5日公開のストーリー、夏の届け物、見ていきましょう。兄貴、こないだ俺サングラス忘れてなかった？ああ、それならテーブルの上に置いたぞ。あ、本当だ、ありがとう。あれ、なんか顔色悪くない？また徹夜？いや、頭が重いだけだ。十分体調悪そう。もしかして熱あるんじゃない？ちゃんと測ってみたら？正確な体温が判明したところで、この頭の重さが解消されるわけでもないだろう。ちょっと気持ちわかるけどね。なんなら熱あるってなってテンション下がって余計具合悪くなるっていうケースもあるけど、でも病院行った方がいいんじゃないの？問題ない。しばらく横になっていれば収まる。でも、そう、あまり具合が悪いようなら病院に行った方がいいよ。土星論。食事も簡単なものでいいから、何か食べて、消化のいいものでもね。はあ、だがまるで食欲がない。なあ、そんな心配そうな顔をするな。大丈夫だ。それよりこの後仕事じゃないのか？お互いに心配し合う。忘れ物も回収したし、もう行くよ。夜にまた様子を見に来るから。一人で倒れていてもね。京介。あ、待て、大した用件ではないんだが。何でも言って。頼む。帰りに喉飴を買ってきてくれないか？喉痛いの？少しな。もう初期症状出てる。そうだな、夏風邪かもしれないね。兄貴、最近家から一歩も出ないでクーラー効いた部屋にこもっていたし、暑さの耐性がないかもね。ああ、実は俺もそんな気がしている。このね、飴、こうやって実況者やってると喉飴買うこと多くなるんだけどさ、お得な情報としてダイソーとか、セリアとか100円ショップで買うのおすすめですよ。飴買う人いればだけどね。あのスーパーとかで200円超えのやつとかがダイソーとかだと110円で買えたりするからね。同じものがなんか半額ぐらいで売ってたりするんで、おすすめです。余談でした。わかった、喉飴買ってくる。だからダイソー行ってきな。どうだろうね、どこ行くんでしょう。兄貴来たよ、遅くなっちゃってごめん。どう、具合はどう？頭の重さマシになった？今度は寝すぎて頭が重い。重症化した？それは困ったね。まあ、治ってる方向だったらいいんだけど。頼まれていた喉飴買ってきたよ。すまない、仕事帰りにすまないな。俺も買い物したかったし、優しい言い方。あとこれはおまけ。綿飴メーカー、家で簡単に作れるんだって。なるほど、喉飴に綿飴。喉飴を綿飴化させるってこと？飴尽くし。それどうなんだろう、効果とか半減したりしないんかな。考えたこともなかった。これなら食べられそう。まあ味見してもいいが。まあ糖分大事だからね。よかった。ちょっと待って、準備するから。この機械の中に飴玉を入れるだけでできちゃうらしいよ。ついでにフルーツアソートパック買ってきちゃった。いろんな味を試せるし。のど飴で作ってもいいんだけどね、不思議な味になりそうでちょっと気になるよね。ほう、それはそれで試してみたい気もするな。なんかスースーする感じのやつとかね。まあ俺のど飴とかだと漢方が入ってる系のやつが好きなんだけどさ。よし、スイッチオン。漢方味の綿飴ってどうなんだろうね。ブーンと。うわー、面白い、ふわふわになってきた。見て兄貴、すごいよね。では一日労働したお前を働かせるのも気が引ける。俺が変わろう。元気になってきたみたい。結局やりたいんじゃんって感じね。じゃあ仕上げは兄貴に頼もうかな。任せておけ。お子様とかと一緒にやったら楽しいかもしんないね。ふわふわキラキラの綿飴に今年初めて夏を感じた気のする小説家なのでした。こちらは7月8日公開のストーリー、
特別なランチ見ていきましょう。ふう、お腹すいた。何食べようかな。今日は時間に余裕あるし、普段入らないところに行ってみようと。気分転換ね。あれ？菅野くんだ。こんにちは。意外なところで。どうも。こんにちは。珍しい組み合わせですね。あ、確かにね。早乙女くん経由でいろいろお話しさせてもらってね。せっかくだから一緒に昼食をって話だったんだけど、よかったら菅野くんもどう？いいんですか？仕事の話とか大人の気遣い。いや、今日はそういうのではないから、よければぜひ。なら喜んで。ちなみに何の店なんですか？あ、それはついてからのお楽しみ。もったいぶるね。この二人が行くような店か、楽しみかも。共通の趣味とか好みとか見えづらいし、全然予想もつかないけど。ああ、まさに隠れ家って感じですね。遊び心が見えるっていうか。いらっしゃいませ。あ、失礼。2名で予約した檜山だが。ん、あれ、あの檜山さんに、羽鳥さん、お二人もランチですか？この二人が来るような店、結構高級なんじゃないの？ああ、噂になっているからな。俺は檜山の付き添い。まあ女の子から聞いて気になってたのもあるけど。この二人が来るってことは、もしかしてかなりお高い店？同じこと思ってました。そんなに身構えなくても大丈夫だよ。はい、メニュー。え？おすすめは大人のお子様ランチ？うん。ハンバーグに旗付きのオムライス、デザートは特製プリンとアイス。これが目的だったんだね。いや、内容はお子様ランチだけど、大人用のワンプレートになってるんだ。親子連れとかで来てもいい場所かもね。ちっちゃい子とかいる人はね、特に。これは人と来ないとと思って。まあ男一人では来づらいかもしんない。おもちゃの代わりにスクラッチカードがついてて、当たりが出るとお土産がもらえるとか。素晴らしい。端々まで考えられた、いいサービスだ。俺一人だったらここまで意外な昼にはなってなかったな。じゃあ俺も大人のお子様ランチで。お得な情報を入手しましたね。予想外の出会いと予定変更、そして想像の斜め上を行くランチメニュー、全てを持ち前の適応力で楽しんだお調子者刑事なのでした。こちらは7月9日公開のストーリー、長い長い散歩、見ていきましょう。ほう、自販機によるスイーツ缶の販売か。これはぜひ試す必要があるな。甘党だからね。そしてこれ流行ってるよね。販売場所は馴染みがない上に遠い。はあ、いっそのこと自販機の方から来てもらいたいところだが、仕方がない。それもネットショップ。出るか。デブ症な感じが出ちゃってますけれども。暑い。熱中症気をつけて。無事に確保して帰るためにも熱中症にならないように気をつけなければ。本当にね。しかし気のせいだろうか、青山いつきや新藤清の幻聴が聞こえてくる。おい、炎天下を歩くようなことがあれば必ず水分と塩分は持ち歩け。日よけ対策も怠るなよ。この時期は日差しだけで体力を持っていかれる。自分を過信せず無理をするな。小獣とのように。いいな。歩くときは腕を動かせ。腕を振るのではなく後ろに引くイメージだ。肩甲骨をしっかり動かすことで他の部位と連動した全体運動になる。何も考えずに歩くより効果的だ。なるほど。どちらの言い分ももっともだ。しかし脳内でコンサルティングしてもらってお得な感じがするね。いや、運動不足の解消も大事だが、自分の体調管理が最優先だろう。何言ってるんだ。100も承知だ。その上で付け焼き場の管理ではなく基礎の見直しが必要だと言っている。まあここはお医者さんの意見の方が優先じゃないかな。脳内で青山と振動が争い出した。リソースを思考に割いている場合ではない。心を無にしなければ。まあリソースとは脳内の資源といったところでしょうか。
でも呼ばずしてお得な感じするね。ん？ここはどこだ？森林となっているけど。日陰を意識して歩くあまり知らない場所に来てしまった。うん。周囲は森林だが道は舗装されている。僻地というわけではなさそうだ。道に迷ったら下らずに登れ。この先登り道を選べば迷うことはない。本当にそれで大丈夫？スマホとか持ち歩いてないんかな。まあ水や塩分補給剤を持っていて助かった。それに歩き方が良かったおかげか気分も悪くない。まあ結局脳内の二人に助けられたってことね。あの二人に感謝しなければな。これなら自販機を目指して歩けそうだ。まあ肝心なというか根本的に道に迷ってそうだけど。え？兄貴？弟さん登場。バカな。今度は京介の幻聴か。心なしか幻覚も見える気がするな。兄貴。幻聴？大丈夫？俺だよ。ほら触れで。何？本物の京介か。どうしてこんなところに。うん、ロケで来てるんだ。兄貴こそどうしたの？こんなに山奥まで。お互いにね。まさか迷い込んで森に、なんておとぎ話みたいなことないだろうし。まさかね。気まずい空気感。ああ散歩だ。そっか。何か目的地があるならスタッフさんに頼んで送ってもらおうか。自販機が目的地なんだけどね。スタッフさん兄貴のファンだから喜んでやってくれると思う。そんなスタッフさんの使い方いいんでしょうか。長い長い散歩の末、無事手にしたスイーツ缶は達成感の味がしたのでした。こちらは7月11日公開のストーリー。内輪のメッセージは見ていきましょう。あの、うちはここに置かせてもらってもいいですか。いえ、お断りします。というわけにはいかないね。あ、もしかして駅前で配られてた。はい。目の前に出されたら断れなくって。毎日もらってるんです。お得な情報だけどね。よかったら使ってもらえないかな。と。そっか、イサキくんもなんだね。実は僕も今日で2本目。シオンくんもまた1本増えたんだよね。うん。瀬尾さんも同じもの持ってる。イケメンにだけ配ってるってわけじゃないよね。ああ、これだね。大量にあるよ。瀬尾さんがこれ覚えてるってことはもらってそんなに嬉しくなかったってことかな。そうだ、このうちはちょっと改造してみない。このまま使うのもいいけど、せっかくだからアレンジしよう。まあ、配る側からするとそのうちわが宣伝になるようにと思ってやってるんだろうけど。はあ、うちわなんて仰げればいいだろう。そんな面倒な手間をかける必要がどこにある。ほら、夏休みの工作みたいでワクワクしない。手を動かすと頭にはいい刺激になる。天才高校生がそう言うなら。そうだね。風を送るだけじゃなくって視覚的な効果でも涼しさを向上できそうだ。行動心理学の専門家がそうおっしゃるなら。確かに学生との仲良しエピソードは教授連中との共通話題としてはちょうどいい。まあ瀬尾さんがそう言うなら。利害関係が一致しました。みんなのデザイン楽しみだな。まずはデザインを考えよっか。そうだな。僕はそうだな。ライブとかイベントで使う応援用の内輪風とか、生田さん3秒見つめてみたいな、アイドルの応援みたい。おい、キャッカだ。例えばだよ、授業盛り上がりそうだけどね。なるほど。そっか、メッセージ性があるのもいいね。おやすみとか。シオンくんのファンはそういうの持ちそう。シオンだと使う前に眠っちゃうような。潔くんがツッコミ役。俺は、じゃあ俺は質問のある人は手を挙げてかな。いや、瀬尾さん愚痴で言えば伝わります。俺は撫でさせてにします。猫相手かな。気持ちを込めればきっと伝わるね。猫は言語わかるのかっていう問題と、人間が見た時に誤解されないようにね。生田さん、生田さんはどういう内輪にするの。
提出期限絶対厳守、誤字脱字撲滅、思想が強め。文字の主張が強い。振った時に文字読みづらかったりするからね、直感的に分かるデザインの方がいいかもしんない。それから数日後、ここのらしさが詰まったうちわが研究室を訪れる人の目を大いに引きつけたのでした。もし瀬尾健メンバーがアイドルだったとしたら、観客席に並ぶうちわが目に浮かぶね。というわけで最後は潔くんがもらってきたうちわをきっかけに瀬尾健アイドルグループ結成と思わされるストーリーで締めさせていただきました。お得をテーマにした日替わりログインミニトーク7選、いかがでしたか？あんまりね、損得感情を優先しすぎるとかえって幸福度が下がることもあるし、味方全体が得した状況を作れているなら、その中で誰が一番得したかは考えすぎず、そこはどんぶり感情の方が幸せなのかもね。少なくともこのチャンネルはみんなも俺もちょっとでもハッピーな時間を一緒に過ごせたらいいなぁと思いながら運営しているので、みんなが好きなゲームをさらに楽しむきっかけにしたり、はたまた今まで知らなかったゲームを知るきっかけにしたり、もちろんなんとなくでもいいので、とにかく楽しんでもらえたら本望です。そんな感じで引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録いただけたら嬉しいです。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。最後は宝生潔くんのキャラクターボイス、斉藤相馬さんのお声とともにお別れです。また次回もお待ちしております。あなたが呼べば俺はどこにいたって喜んで駆けつけます。いつでもどこでも呼び出してください。それでは。